はい、本日は、こちらの洗車コース、洗車場の方に、来ています。こちらの、分で、A コース水洗い洗車の方をしていこうかなと思っています。先日、KF96、シリコーンの24時間、ベタ付けの方で、その後、2週間経ちましたんで、今日は、洗車の方、水洗い洗車の方を、行っていこうかなって思っています。で、まあどんな感じなんかっていうのを検証したいなって思っています。なので、まあ早速、こちらの洗車コースメニュー、水洗い洗車ですね、 A コース、の6分400円のコースで、洗車していきます。まあ、家で、手洗い洗車してもよかったんですけど、この時期こんな感じでかなり暑いんで、まあさーっと、洗車の方を終わらしたいなと思って、で、あと、まあ検証の方も していこうかなっていうので、まあ、ちょうど、まあちょっと時間があったんで、手洗い洗車の方、この洗浄ガンの方で行っていきます。はい、それでは、ショップタオルの方で、水洗い洗車の方を行っていきます。霧吹きを使って、濡らしながら、水洗車の方を行っていきます。まあ、ショップタオルと、霧吹きの水で、水洗い洗車することで、まあ、汚れを、取っていきます。まあ、窓の方は、まあ、シリコンが効いてますんで、全然きれいに、水洗い洗車できます。まあ結構水洗い洗車する時は、まめに霧吹きで、乾いていない状態で、洗車の方してもらうと、効率的に、洗車の方ができますんで、まあゆっくりやってください。まあ結構霧吹きあると結構便利ですね。まあんでショップタオルの方は、まめに、綺麗な面を、ひっくり返しながら、まあ力を入れずに、洗車の方を行ってください。ベースに、シリコンの方が効いてますんで、水洗い洗車だけで、ご覧の通り綺麗に、洗車の方できます。まあ汚れの強いところは、があったとしても、まあこすらずに、そのまま置いといた方が、いいと思います。あんまりこすると傷の原因になりますんで、まあ次回の洗車の時に、まあ、水洗い洗車すると落ちると思いますし、まあ、頑固な場合は、その汚れた箇所に、シリコンを吹きかけてまた置いといてもらったら、次回の洗車の時に綺麗になると思います。ショップタオルの方は、こまめに、新しいものに変えて、水洗車の方を行ってください。まあ今日は結構暑いんで、汗だくでやってるんですけど、まあシリコンがやっぱり、24時間ベタ付けしただけあってよく効いてますんで、まあ触った感じはかなりツルツルしてるんで、洗車の方はかなりやりやすいですね。まあフェンダーの方も全然、
ムラもなく、白くなってないですし、まあ綺麗に、汚れも落ちやすいです。この時期はすぐに乾いてしまうので、こまめに、霧吹きで水をかけた状態で、まあ、濡れた、状態で、水洗車を行うのがベストになりますので、まあ、こまめに水の方を霧吹きでかけてください、うん、窓の方も全然見てもらったら分かる通り、綺麗に、鏡状になってますね。まあ、空が映ってる感じです。ここの部分はもう屋根じゃなくてもう火が当たってるんで結構暑いですね。汗が止まらないぐらいです。撥水チェックのために、一度、フロントの方は霧吹きで、水の方をかけてます。まあ見てもらったら分かる通り、かなり綺麗に 水玉ができて、まあ撥水の方できていると思います。2週間経ってこの状態ですんで、まあこれもずっと、効果は持続していくと思いますんで、まあ皆さんもし興味あれば、シリコン洗車の方を行ってみてください。まあかなりやっぱり綺麗に、撥水できてますね。
まあこれアップで今撮ってますけど、かなりやっぱり水玉が綺麗に、なってると思いますんで、まあ綺麗に撥水の方できていると思います。うん、やっぱり綺麗ですね。なんでまあ、続いて、フロントの方も水洗い洗車の方を行っていきます。今、洗車の方終わりまして、水洗い洗車の方終わりまして、まあ、洗車場ちょっとあの屋根あるとこやったんで、まあ、あの明るいとこに移動してきました。こんな感じになってますね。よいしょ、うん、やっぱりシリコンが効いてるんで、全然あの手洗い、水洗い洗車だけでこんだけ綺麗になりますね。うん、かなりやっぱ窓も全然僕の顔映ってますんで、でこんな感じですかね。うん、ざーっと回っていきますけど、うん、全然綺麗ですね。やっぱシリコンが、全然効いてると、簡単に、綺麗できます。まあ窓もこんな感じですね。でワイパーのところもこんな感じですかね。で、ここが、ラッピング、ラッピング、ラバースプレッシーとかですね。で、ナンバープレートと。うん、ずーっとかなり綺麗ですね。うん、顔が全然映りますんで。うん、で、ここピラーですね。
こんな感じです。めちゃめちゃもう鏡ですね。こんな感じでね、かなりやっぱ綺麗になりますね。これで2週間経った状態でこんな感じなんで、まあこれがずっと続きますね。あのシリコン洗車の場合は、フロント周りですね、こんな感じですね。やっぱかなり綺麗ですね。かなりやっぱり綺麗なんで、あのこれぐらいの状態には、シリコンが、まあ、しっかり効いているとできますんで、まあ、ベースに定着してしまえば、手洗い洗車、水洗い洗車だけで、まあ、今日使ったのは、ショップタオルと、霧吹きの水だけなんで、それだけでこんだけ十分綺麗になりますんで、皆さんまた参考にしてみてください。まあどうしてもあのシリコンが定着するまでに、そうですね、あのベタ付けをまあどれぐらいする、どのぐらい時間かけてするかにもよるんですけど、まあまあそうですね、2、3回、3、4時間以上を、まあ、2、3回すればだいたい定着してくるかなって思います。まああのここのワイパーのとこも黒いまんまだと思います。まああのざーっとやってきたんで、多少ちょっとあの吹きムラというか、綺麗に音吹けてないとこもあるかもしれないですけど、ざーっとするだけでこんぐらい綺麗になりますんで、こんな感じかな。かなり綺麗だと思います。もうこれ、4年経ってる車で、こんだけのクオリティが出せますんで、まあ皆さんぜひ、一度、シリコン洗車の方をやってみてください。横からでもこんな感じかな。もう鏡ですよね。全然まあちょっと難しくはないんですけど、その定着するまでに根気がいりますね、やっぱり。3時間から6時間をの、サイクルで、まあ2、3回しないとなかなか定着しづらいんで、まあ1回定着してしまえばもう本当にあとは楽なんで、皆さんまだ機会があれば、まあぜひやってみてください。こんな感じですね。ヘッドライトも。こんな感じです。あと、こっちですね。もう完全に映ってますからね。はい。これで、まあ、今日は、とりあえず、2週間後、ベタ付け後、2週間後の、経過報告っていう形で検証してみました。まあ、もしかしたらこれしばらく、1ヶ月後とか、2ヶ月後って感じで続けるかもしれませんし、今回だけで終わるかもわからないんですけど、また皆さん、チャンネル登録で、高評価のほどよろしくお願いします。ちょっと今日風が強いんで、最後まで、ご視聴くださって、ありがとうございました。それでは今日の、車日記の方終わります。ありがとうございました。